アイサポート総合法務事務所の林です。軽審を受ける場合の書類の整合性についてご説明します。軽審の手続きは、経営状況分析申請、建設業の事業年度終了届、軽審と3つの書類審査が必要になります。それぞれの書類審査について、決算内容など書類の整合性が取れていることが必要になるので、注意が必要です。もし書類の整合性が取れていないと、すべての手続きをやり直すことが必要になることもあります。軽審の手続きでお困りの際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。お待ちしております。